前だってなんで半袖なお前時期わかる違うね冬ですぜ夏前にもらった新品たちをね着始めてどんどんやってると大体ワンシーズン遅れてくんのそれお前のあれ調節のあれ次第あれあれうるせえななんでみんな黒い服着てるんだねなんかおあいつお前じゃ距離感分かれへんあいつとんでもないひどいこと言って俺のこの服装見てちょっと頑張った政治知識って背伸びしてるって背伸びしてる信じられへんやろ、まあ、まあそんなこともありますけれどもどんなことだ我々はですねちょっと未だかつてないそわそわをしてるんですけれども、ね、実はですね今日は遊び場の新プロジェクトの発表がございますあらいいもう新しいこと始めていいいやいや現状維持は衰退ですからねなんとですね僕たちの遊び場の僕たち4人をモチーフにした漫画の制作が決定しました。漫画すごくない？どうしたどこ向かってるんだよ。どうしていいかわかんない。我々 2.5 次元舞台でね、2次元を3次元にするってありますけど、逆ですね。3次元から2次元に。そうだ。逆だ。元に戻るんだ。元に戻るっすよ。別に俺らトゥーンワールドから出てきたみたいなもんじゃないから。ちなみにね、この漫画の担当者さんも決まってるそうです。ということでですね、より詳しい説明をしていただくために担当者さんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。漫画王国編集の猪狩と申します。漫画王国ってあれですよ、ね。俺も知ってんで、ね、漫画王国ぐらいは。知ってますよ。テレビでバンバン見る。見る。誰がやってるか言ってみろよ。あの有名な人。作品は国内最大級のコミック配信サービス漫画国で配信させていただきます漫画国はサービス開始やコミック単行本換算で累計15億冊ダウンロード無料で楽しめる試し読みはなんと3年タイトル以上もあるんですそんなに僕らが作品のラインナップの1個としてはいマジでことはあれやなウェブ CM ぐらいいけるんだなダメ漫画国好きだなアトリさんこれウェブ CM よろしくお願いします見てもらえたそうですねまず漫画を成功させなきゃねっていうそうですよちなみになんかちょっともう決まってることがあるらしいんですけれども教えていただけますかタイトルとかはい、タイトルはちょっとまだ未定なんですけれども、ギャグは学園物で進めさせていただきたいと申しております。30歳でも学園物いけるんですか大丈夫です。確かに漫画だから、OB の一番しつこい先輩。ずっと学校にいるやつ。ずっと学校にいる。地元の先輩にポテチっていう先輩をおって、ずっとおんねん。ずっと関わってくるの。あいつ今何歳なんつって。いや、ちなみにそのポテチの由来の方が気になっちゃうね。知らんねや。ポテチさんも出てほしいですね。ポテチさん、確かに。でもそういうのもそれが俺になりうる可能性があるからモテチーやるとしてちなみに学園物の理由って何ですかはい、まあ、理由はですね、王道のジャンルであることと、まあ、イケメンと制服、やっぱり需要が高いので選ばせていただきました。ちょ、イケメンというあれで認定されて。じゃだからまだ顧問の可能性あるから、皆さん質問ありますか？でもこれまでこういう組み合い組み合わせあいつやっぱさ、ちょっとした大人のあれが入るとちゃんと仕事しようとするそれは腹立つわ。いつも通りお前、死ねとか言ってよ。こういう 2.5 界隈と一緒に作ったりとかあるんですか今までやったことはないので初めての試みでございます。初めてのこれがじゃあ基準。ただ初めての試みって一番怖いから。確かにうちなんかちゃんといかんかったらもう全てが崩れる。2回目あるかどうか。これその漫画ってことですから漫画家さんとかもいるってことですか今。選定中です。学園ものでバトル系にするか、ほのぼの系にするかで、タッチが変わります、ね。お前、でもシンプルにバカにしてたら、漫画家さんって言うんですか？なんか俺らが書け、俺らが書けよって言われるのかと思った。いやそれも現代ことなんで。でもこれ待って僕ら3次元でこっから1回漫画になるじゃないですか。またこっから3次元舞台って可能性もあるんですよ。そうなるといいなと思っております。趣味でね。でもこれ下手したら漫画は俺らイメージだけど舞台になったら全然変わってる可能性あるそれめっちゃやばないでも今までこういうのこういう形で漫画を作って漫画から舞台化ってすごいなんか仕事してるわなんかコメントが仕事してるわ腹立つわ雄太郎のコメントがなんかちゃんと仕事してる感じになってるな腹立つなじゃあいいよやっても喋んなああやばい始まりましたアトリさんアトリさん気づいてますポテチみたいになってますポテチみたいになってますずっと
今日いいね。今日ね、今のいいね。まあ、ということでですね、今後ですね、漫画の制作過程も YouTube で見せていただけると、すごい、ありがとうございます。逆にみんなの意見を聞きたいですよ。そうなの、確かに。僕らいつも基本的にファンの皆さんの意見を聞いて、それを反映していくっていう戦法を取ってますから。今、オーディション番組みたいなんて、みんなで応援していって育ててるかも。そうだね。この作品がそうなったら、もう、確かに。遊びが面白い感が多いと伺っております。ですので、せっかくですから一緒に作っていきたいなと思っております。保護者の皆さんがハードル上がってる。なので、今回保護者の方に漫画の世界観とか、4人の初期設定を募集させていただきたいと思っております。初期設定こんなゆだらくんが見たいとかでもいいですし、すごく詳細にこんな設定とかっていうのも何でも募集しております。あ、僕ね、めちゃくちゃダサいゆうたろうとか見たいんですよ。逆に。確かに。ずっと、もう肌着みたいな。いいな。役を行くやつな。そう、漫画の中だったら何でもありですから。めちゃめちゃおしゃれな系すぎて、おお、みんな逆になっていくんだね。ちょっと待って、あいつやっぱ失礼だろ。え、でもなんかビームとかもしたい、ちょっと。はあ、そういう系やってんじゃないですかね。俺たちこそビーム打ちたいですね。そうやな、逆行こう。逆俺ならビームって。じゃあ何か主張いいかもしれないですね。俺寮に住んでたい。あー、東京みたい。ルームシェアじゃないけど、そう、そんな。イケパラ。イケパラだね。イケパラいい。懐かしいな。じゃあ俺、小栗くんポジがいい。ダメです。髪型だけ。あ、でも一人転校生いてもいいんじゃない？あー、どこだ？僕、途中。そう。だろうや。あー、まあ、ぽいな。確かに、イケパラの時のポルキサマリさんにめっちゃ似てるもん。確かに、そういう気いいかもですね。一人紛れてる。紛れてる。実は、まるまる。みたいなね。ドキドキするよね。で、ポテチでしょ。ポテチ、ポテチ先輩。ポテチほんまに厄介やねんから。ゆうたろうはどういう系やねん。でも僕その前話してたおすすてとかティーステとか。おすすて、あー、おすすてダンス。そうそうそう、みんなに送ってくれたやつね。そういう系もちょっと加えてもいいのかなと思って。僕らだけど違う呼び名がある。あー、なるほどね。で、4人揃った時だけみたいな。そのヒーロー系もいい。あー、なるほどね。守ってる系ね。普通に学生で学校に行ってるけど、裏ではめっちゃいいな。メガレンジャーだ、これが。あ、そうそう、メガレンジャー。そうなんですよ。メガレンジャー高校生5人が地球守ってる。あ、それがいい。なるほど。ちょっと世代がジェットマン世代だから。俺カクレンジャー。でも俺あれもいいかも。学校に閉じ込められた系。ああ、ちょっとバトルロワイヤルじゃないけど、こう脱出じゃないけど、なんかめちゃくちゃ首飛ぶイクミとかちょっと見てみたい。カイトやん。イクミ大体やだーっつって外出てて、いや、ピュンピュンいや、じゃあお前が一番最初に死ぬやつやん。俺最後の2人で最後死ぬから。いやいや、最後の2人に残ってる多分意外とあいつや。そうしたかった、そんなにゲーム。でももう俺らだとこんぐらいの意見しか出ないんで、ファンの皆さんよろしくお願いしますね。ほんま助けてもらおう。とにかく最終目標はヒットすることだって。そうですよ。詳しくはですね、概要欄&公式 Twitter で確認をお願いします。一緒に漫画の世界に飛び込もうぜ。一緒に漫画の世界へ飛び込もうぜ。一緒に漫画の世界へ飛び込もうぜ。一緒に漫画の世界に。お前ほんまにひどい。グッド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 。